私の名前は佐川義蘭です。1991年千葉県に生まれました。幼少期からものづくりや体を動かすことが好きだった私は、高校生の頃からダンスを始め、20歳の時にダンス留学でロサンゼルスへ行った経験もあります。24歳の時に笠間の窯業指導所に入り、陶芸の基礎を学びました。2016年に独立して以降、笠間の土とスリップウェアの技法を使って主に普段使いの器を作っています。スリップウェアという技法は、器の表面をスリップと呼ばれる泥床状の化粧土で装飾をする方法が特徴的です。私の作る器は模様や色が特徴的ですが、重さや持ちやすさなど使い心地も大切にしています。ぜひ機会がありましたらお手に取ってみていただけると嬉しいです。